チャンスは大きなリスクを伴っても掴むべき。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル、今日は質問いただきました。 AM さん、23歳男性、現在学生です。ビジョン実現の近道となるチャンスが来たら、すごく険しい道だとしてもチャンスを掴みに行くべきでしょうか。そのチャンスは失敗すると今の状態、かっこ今の学校に戻ることは難しいと思いますが、私がやりたいことに最も近いのです。樺沢先生の意見を伺いたいです。お願いします、という形で、チャンスを掴むのにリスクは伴うけど、このリスクと現実的な部分のバランスっていうのは一体どうしたらいいのかと、そういう質問だと思うんですね。ほとんどの場合はチャンスに失敗したから何百万円失うとかで、チャンスに失敗したから1年を棒に振るっていうような、それほどのチャレンジっていうのは人生において絶対にないと思うんですね。例えば受験とか就職っていうのはそういったものになってくると思います。受験失敗したら1年間浪人しなきゃいけないとか、就職が希望なとこにできなければ1年間就職浪人するとか、そういったことになってくるので、それ以外のことで何かチャレンジするっていった場合です、膨大な損失リスクっていうのよりも時間と手間を失うっていうことがほとんどですね。具体的に私がお勧めしているのは、いきなり何かすごいことにチャレンジするんじゃなく、ちょっとだけやってみれよって話です。例えば何か起業したいと言ったら、いきなり会社辞めて起業するんじゃなくて、副業で3万円5万円稼げるようになるっていうところをまず目指して、5万円稼げるようになって、10万円稼げるようになって、さらに20万円稼げるようになったら会社辞めることを考えればいいので、ほとんどの人はいきなり会社を辞めて起業しなきゃいけないみたいなことで考えるので、非常にチャレンジというのがリスキーなものであるというふうに捉えるんですけど、プチ挑戦というのか、プチチャレンジからスタートすると、そういうリスクっていうものをものすごく減らすことができます。さて、質問いただきましたけども、この非常に大きなチャンスがあるけども、何か失敗すると失うかもしれないってことなんですけども、チャンスに対する成功の確率と失うリスクっていうものをこう天秤にかけて見てみると、やるべきかやらないべきかっていうのは自然と見えてくるのではないかなというふうに思います。例えば今大学生で何かやりたいことを、大学を辞めてチャレンジするってことになると、元の大学に戻ることはできませんし、もう一回大学を受け直して卒業するとしたら、これ何年も時間のロスになってしまうので、どちらかというと普通の社会人として何かを挑戦するのと比べると、ものすごく敷居が高くなりますよね。だから自分のそこに抱えるリスクと、自分がこのやりたいという思いというか、そういう部分をバランスにかけて判断していくしかないと思います。多くの場合ね、リスクよりもやらないリスクの方が大きいというふうに私は思いますね。ほとんどの人の場合はやらないと、今と同じようなレールの上を一生走り続けるわけだから、どっかでブレイクスルーしたり、ものすごく大成功するってことは、どっかで何かチャレンジしない限り普通はないんですよね。だけどほとんどの人は何のチャレンジもしてず、人生つまんねえなって言ってる人が多いということなので、どこかでチャレンジをしていく必要がありますけども、私はいきなりビッグチャレンジをしなくても、プチチャレンジを日々繰り返していく中、感触をつかめたら全力で投入するというチャレンジの仕方を進めていますので、そういったチャレンジができないかどうか、ちょっと考えてみたらいいんじゃないかなと思います。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。